それは欠陥だと思いますけど、ね、自動ドアの用をなしてないと思います。今が開きっぱなのはずっとどなたか通ってはるんですね。これは閉まらない。ははでそれはもう放置、特にだからって閉めるもんでもないし、あそうか、自動ドアだから閉まらないのか。これちなみに館内撮影ってどうなってるんですか。結構ですよ。へえ。絶対に閉まりませんよね、雨降ってるだけで。いつお気づきになりました。最初から、はい、あれ開くなぁと、うん、開くなぁって言ったところから。あ、ごめんなさい、僕今度この風でですよね、僕離れて歩いてるもん、うん、どんなもんなんですよ、ここ近代的にあるには熊楠的、そうなんです、どこかが抜けてるというかどこにも人はいないが自動ドアは開きっぱなし、うん、じゃあ逆に僕が通るとどうなるの。ちょっと待って、なんかつかないな、赤いのはじゃあいる状態になってるんだな。これおっと、あ、橋本さん、あ、はい、ちょっと待ってくださいね、今閉まりかけたのに。傘を一本くださいって橋本さんが、あれがね、風とか雨で開いちゃうんだって。これ開いてるやん、今傘一本って自分のもの持ってかな、持ってってる、あ、閉まったでしょ。で雨が強くなると開くから、さっきずっと見ててん。じゃあママこれ撮ってて、ここ開いた、ほら開いたね。雨のしぶきとかに何か反応して開いちゃうんだって。ママここで持って、じゃあこう下目でこんな感じで、ちょっとこのカメラが雨濡れないように気をつけながら、あの扉がね、次勝手に開いたら、フールで勝手に開くと、そう、下がびしょびしょなので、開いたよ。開いた。いらっしゃい。どうぞ、ごゆっくり。誰か入りはった。いつまで撮るの？いや、あ、じゃあもういいです。はい、もう結構ですよ。大丈夫ですよ。せっかく水はけしようとしてる。